この時間はゲストをお迎えしています。本日東証グロース市場に上場されました証券コード1444代表取締役社長前田博史さんです。前田さん、株式会社日創ですね、はい。本日は上場おめでとうございます。ありがとうございます。本日名古屋から、東京へ戻ってきました。少し、お時間いただき、ご覧の皆様に、この4年半の間、我々日創が、何をやっていたのか簡単にご説明させていただきます。はい、お願いいたします。4年半前の2018年の2月、東京証券取引所が運営する東京プロマーケットに上場した、その日にこの番組ストックボイスに出演させていただきました。はい、その2年後、2020年3月に名称セントレックスに上場市場を変えて、そこからまたさらに2年、本日付でここ東京証券取引所に今回は東証グロース銘柄として戻ってきたと、そういうわけでございます。なるほど。東京プロマーケットから、名称セントレックス、現在のネクスト市場への、移行上場は、日本で初めてのことで、名称さんは、そのことをとても、喜んでくれました。また、今回、我々の東証への上場にも、名称さん大変、協力的でした。今日から我々日創は東証グロース市場、名称ネクスト市場と、2市場での、重複した上場会社になりました。こんなわけでございます。なるほど。ここまでの上場の経緯はよくわかりました。はい、それでは会社の事業内容をご紹介いただけますでしょうか。はい、我々日創は賃貸住宅や、中古の販売住宅など、不動産屋さんが扱う、中古の不動産物件をリフォームする会社でございます。そして、一般のお客様のリフォームは行っておりません。あくまで、クライアント様は、不動産会社様に限定し、お得意先様を不動産会社に絞り、不動産会社からの依頼でリフォームをお受けする不動産会社専門、不動産物件専門のリフォーム会社でございます。なるほど。我々の手掛けるリフォームをいくつかに分類すると、原状回復工事、リノベーション工事、クリーニングとか小さな修繕な工事、またその他の工事とこのように分類できます。賃貸の入れ替えの際に起こるお部屋をきれいに元の状態に戻すのが、原状回復工事。はいはい。また不動産会社さんが中古物件を買い取りして、そしてリフォームを施し再度販売するような時に行われるリノベーションの工事。また、入居中のさまざまな、トラブルやクレームに、対応する修理や補修。はい。それとあとクリーニングですね。クリーニング工事、さらに、外装工事とか、屋根工事、防水工事、集合住宅の共用部の工事、それからエクステリア工事などがあります。不動産会社が扱うリフォーム工事はとても多岐にですね、渡りますけども、私たち日創はそれらすべてに、対応していると、このようになっています。このような総合的なリフォーム会社で、かつ、リフォームのビジネスだけで、いわゆる単独セグメントの上場している会社っていうのは、日本全国上場会社4000社の中で我々、日創だけじゃないかと、このように言われております。なるほど。非常に特徴がある会社だということですね。はい。では今期の業績見通しをお知らせ、教えていただけますでしょうか。はい、そうですね。この画面にご覧いただいている通りなんですけども、第3四半期までの数字となりますけども、すでに開示してあります通り、順調で、まただからこそですね、今日この場にいられるというか、上場ができたと、まあ、そういうわけでとても順調に推移しております。もしは7月期決算なんですね。そうです。今期でも終わるっていう、今年今月で終わる。そうですね。ちょうど今終わる瞬間ですかね。なるほど。はい。まあ、この先ですね、はい、大きな地政学的な変化や、新たな感染症の拡大とか、自然災害など、それこそ予期せぬ特別なことが起きない限りですね、まあ、これから先も今後もずっと毎年毎年着実に、まあ、右肩上がりでですね、業績、売上利益ともに増えていくものと考えてます。はい。これはですね、ちょっと例え話になるんですけども、我々日創の、リフォームビジネスは畑の開拓だと思ってるんですね。高級マグロを、底引き網でどさっと取ってですね、一気に収穫して大儲けするようなことは、我々の日本ビジネスではとてもできませんけども、毎年毎年、田畑を増やし、確実に収穫量を増やしていく、
まあ、天候によって多少不作の年もあるかもしれませんが、確実に田畑の量を増やしていく、そして収穫は、右肩上がりに増え続け、ずっとずっと成長を続けていけると考えております。はい、また、今後すでにできている畑を買って、収穫を一気に増やす、こんなこともチャンスがあれば行いたいですし、まあ決して M&A には否定的ではないということです。これも例え話になってしまいますけども、畑の開拓だけではなく、新しい種類の野菜や果物を、ビニールハウスで栽培したり、二毛作三毛作して、畑の効率化を図り、売り上げが、一気に数段増える、こんな場面も、来るかもしれないと、このように思ってます。なるほど。そういう意味じゃ、まあ、新しいビジネスモデルをこう構築していこうとされてるわけですね。はい、そうですね。でところで社長はこれ創業者でいらっしゃって、はいはい、もう三十数年この会社を経営されているということなんですけれども、はいはい、その社長ご自身から見て御社自身の強み、会社自身の強みというのはどういうところにあるとお考えですか？そうですね、一言で言うと、他の会社、同業他社が嫌がる小さな工事からも、確実にこの利益を得れるっていうことですかね。ほうほう。これはまあ、ここまで三十数年の経験と、実績を積み上げてこのビジネスモデルを、確立したことによってできる、ことです。他社が嫌がったり、やりたがらない細かく、面倒な工事を行うことに我々日装は慣れてますので、それら細かな面倒な工事は、大歓迎です。なるほど。それが他社との最大の違いで、それが我々日装の最大の強みになります。なるほど。そうするとその仕組みですね、それをどうやってやってるのかというのが非常に気になるところですけども、はい、どういった仕組みなんですか？はい、企業秘密です。我々はですね、同じ種類の工事をその同じ種類の工事のご依頼を常にたくさん持っており、また外注施工体制も充実しております。例えば作業時間30分の工事でも、一般的なリフォーム会社さんだったらば半日分の手間賃が原価にかかってくることになりますが、我々日装ではそんな仕事をまとめて同じ地域に集めて1日4件5件とまとめて職人さんや施工会社に発注することができます。そうやることによって原価を下げ、結果不動産会社に提供する価格も安く抑えられ、なおかつ当社の利益も大きくできると、こういうことになっています。なるほど。そんな意味で、今後事業規模がさらに拡大することにより、ますます不動産会社に提供できる単価は下がり、かつ我々の日装の利益は上がってくるということです。会社の成長によりますますスケールメリットと充実したネットワークが構築でき、それを最大限生かし、ずっと右肩上がりで成長できるということです。なるほど。その仕組み大変よく分かりましたが、じゃあ今後新しいビジネス、今後のビジネス展開としてはどんなことをお考えなんでしょうか？はい、現在は東京ゾーンを中心として、ビジネスを展開しております。はい、東京23区とかを中心として、上はですね、埼玉県のさいたま市、右の方は千葉県の政令指定都市である千葉市、神奈川の方は厚木湘南くらいまでを、主なビジネスエリアとしております。今後、そのエリアでまだ我々のお客様になっていない、不動産会社様を増やして、またそのエリアに我々の拠点を増やしていくなど、サービスの充実を図っていきたいと考えています。また全国、北は北海道から西は沖縄までの都市に、拠点を展開していきたいという目標があります。ほうほう。そして、リフォームホールディングスという売上でいうとそれこそ数千億円規模の、全国を、隅々まで網羅する一大リフォームネットワークチェーンを作りたいと考えています。その時のためにも、この知名度を西に広めるという意味合いにおいて、名称上場を今のまま維持していくということはきっと価値があることになると考えているんですね。はい、また、チャンスがあれば、海外、まずは東南アジアにもこのビジネスを広げていきたいと考えています。香港、台湾、マレーシア、シンガポール、インドネシア、タイ、フィリピン、そして上海など、このビジネスを拡大できる未知のマーケットがここにはあります。東南アジアの各国の首都や、人気の地域などは日本よりもずっとずっと家賃が高い地域もあり、ということは、リフォーム予算が日本よりたくさんある可能性も高く、まあ、そういうことですね。はい、その意味で、不動産物件リフォームのマーケットが東南アジアには存在すると考えています。はい、それとこれは国内外に言えることになりますけども、少し、ニッチなマーケットではありますが、
リゾート物件のリフォームなども手掛けていきたいです。あとは話は変わりますけども、近年日本で問題になっている施工業者、いわゆる職人不足の解消に向けた職人養成スクールも考えています。養成スクールですか。はい、若い時から技術を習得すれば、うん、まあ、昔と違ってですね、もう道具の進化とか、うん、そういうのがあるんで、25歳ではもう一人前になり、そして収入は年収600万、そのぐらい稼げればきっとですね、人気のないこの建設業にも若い人が集まってくると、そういうふうに思ってます。またさらに多能工、いわゆる一人の職人が複数の技術を持ち備えていくことで、工事の原価ダウンと施工のスピードアップを図る、こんな多能工の養成もこの職人スクールで行っていたいと考えています。はい、例えば25歳で一人前となり年収600万、うん、そして多能工の技術、例えば大工の技術プラス電気プラス水道技術を習得し、それこそ社会的な責任が高まる30歳の頃には年収1000万、さらに技術とテクニックを磨き、40歳で年収1500万になれば、おのずとこの業界の人気も出てくるはずです。なるほど。また昔に比べてですね、機械や道具の進歩によりですね、能率アップはできておりますので、また新たな技術の進歩、そして最近 IT などのおかげで建設業は危険でない、汚くない、きつくない業界に変わってきておりますので、以前のような産経とはかけ離れてきました。稼ぎも良くて、それで楽で働きやすい、これなら人気が出る職種になってくると、そのように思っております。これ30歳で年収1000万って夢ありますね。ね、なかなかね、よくわかりました。それでは最後に、テレビご覧の投資家の皆さんに社長からメッセージをお願いいたします。はい、本日東証グロース市場に上場いたしました日創でございます。4年前の東京プロマーケットから始まり、名称市場を経て東証グロース市場に戻ってまいりました。今日からは東証グロース市場の知名度や信用力を最大限生かし、事業を拡大し、株主価値向上を進めていきたいと考えております。そしてこの先さらに上の市場を目指すべく、しっかり進めてまいります。引き続き日創をよろしくお願い申し上げます。はい、今現在は都内中心、都内関東中心のエリアですね。はい、これをさらに全国に広げて、いずれは海外にもと、その通りです。いうビジョンですね。そうです。どのぐらいの時間軸でお考えですかね。まあ、あんまり言うと怒られちゃいます。3年5年。3年5年ですね。はい。はい、よくわかりました。今日は本日東証グロース市場に上場されました証券コード1444株式会社日創代表取締役社長前田博さんにお話を伺いました。前田社長どうもありがとうございました。ありがとうございました。